ローズファミリーの天下だ。俺としたことがとんだドジやらにしまって。ひどい怪我だね。うん、薬あげようか。ここにいれば大丈夫だよ。ここはお面地か。うん、結構いいだろう。この薬知らないおばさんがくれたんだ。友達に殴られた時血が出てかわいそうだからってさ。助かったぜ。やつらが諦めるまでもう少し厄介になる。オッケー。うちに泊まる人なんて初めてだよ。名前は？僕はギエン。どれだ、メオリが怖くねえのか。なんでさ、みんなみたいに僕のこと殴らないだろ。友達はおめえのこと殴るのか。ちょっと勉強ができないせいかな。でも学校に行ったことないんだからしょうがないよ。僕のせいじゃない。ああ、厄介人だ。ああ、お金くれるの？1、2、3。おお、学校なんか行かなくても十分頭いいじゃねえか。人間、金を数えられる知恵さえありゃ十分だ。そうかな。でも、サンカルウェはちょっと苦手なんだ。すぐ覚えるけどね。そうか。ほら、綺麗だろ。子供っぽいけど好きなんだ。1、2、3、7。惜しいな。4だ。ああ、4か。4、4、4、4、4、4、4、1、2、3、4、1、2、3。トルネロファミリーと新興勢力のクーロンズファミリーとの抗争は激化が。どうした？誰にやられた？トルネロのことを追いかけてるやつ。何？どこにいるか誰にも言わなかったよ。トルネロと一緒にいたいからさ。ゲッ！悪かったな。約束の金だ。うん、確かに。電子頭脳を多く使っている。万が一のために解除キーを渡しておく。義援。ドルネロ見てよ、すごいでしょ。嬉しいな。頭の中もすっきりしてるよ。そうかい、よかったな。全ては私の思うままになる。私より賢い者がいるか。そうだな、ドルネロ。